ナティビです。こんにちは。こんにちは。僕たちね、サテライト成田までやってきました。今日は大勝負の日ですね。な、一応終わっちゃった。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。ごめん。ありがとう。シンが5月の17に見た夢の馬券をね、そのままちょっと買いに来ました、はい、僕が見た夢が、1着が青色の枠 で、はい、で2着が黄色の枠 で、はい、で3着がピンクで、もう KT ブレイブっていう名前も見えてたんですよ。で今回この帝王賞の枠が出た時に、はい、もうドンピシャで KT ブレイブがピンク色の枠に入ってくれたってことでそうだな、これはもう夢通りになるってことを期待して買ってきました、はい。真の夢通りの馬券もね買ってるんで、合わせて30万、はい、うん、みんなの夢を乗せて、うん、ね、そのためにわざわざね、もう俺たち成田まで来たんで、はい、空気がいいな、澄んでるね、はい、ね、いや入りますか。じゃあこの馬券をね大事に持って、はい、これからみんなとレース映像を見に行きたいと思います。はい、みんな揃いました。はい、はい、来ましたよ。どうしました。また来ちゃった。また来ちゃいました。来ちゃったよ俺。サポートメンバー来てから負けなしって言われてるよ。そうな、かまない。助かるな。今日俺たち帝王賞をやるんですけど、はい、ネットで買うんじゃなくて馬券でちょっと買いたかったんで。ああ、はい、いいね。その方がね、臨場感ね。なんかサテライト成田まで行ってきました。ご苦労さん、ありがとうございます。遠くないですか。気合が、いやね、全然近かった。マジで、1時間ちょいぐらいでもう成田空港のところまで着いて、そこからもうすぐだった。どんな感じなんですか。中はね、普通にもう入り口からアルコール消毒しっかりとやられて、はいはい、サーモグラフィーみたいな、はいはい、ので、あの体温を測ってもらって、中もね、かなり綺麗だったよね。綺麗でしたね。人の感覚がしっかりと空いた状態で、バケンとかも触らない、ミスではない、しっかりとしてる、安心だ。スタッフの人たちがね、すごいいい人たちでしたね。かなりいい人だったよね。そういうのいいっすね。ぜひ、なんか撮ってきてくださいみたいな感じでね。ちょっともう帰るとこだったら、そう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 、大丈夫だったんですけど、次みんなでね、行く機会があれば、ぜひ行ってみたい。あ、そうみたいな、ね、そう。今は JRA の競馬、ちょっと買えないんですけど、うん、JRA の競馬、南関東競馬、はい、で、オートレース、競輪、はい、だからオートレースをやってる優作と、はい、競馬舞台でちょっと分けて払うことができるんで、一人だよね、もちろん。みんなでね、行くことができるんで、もう本当綺麗だし、かなり衛生的にもね、感染対策とかもやられてるんで、はい、ぜひよかったらみんな行ってみてください、はい、なんか楽しそうですね、成田。結構いいよ、よかった。空気が良かったな、綺麗だったな。要するに今日はそんな馬券で用意してるってことは相当気合入ってるってことだよね、かなりね。うわ、こんなもう成田まで行って馬券にするほどの気合ぶりでしょ、はい、どんな馬券があったのよ、見せて、見せてあげて、ドンわあ、すげえ、結構いったなそれ、これマジっすか。ちなみにね、6、8、14、はい、28万7千円買ってます3連単行ってなかなかいないっすよね。それ大体今何倍ぐらい、いくらぐらいになる予定なんで、5000万ぐらい、5000万、やばいね。ちょっとそれじゃあ1億目指してる馬券、俺たちからしたらね、ちょっとまだ足んねえな。大丈夫大丈夫5、8、14、うん、1万円買ってます、うん、それは人間だね。1億超えます。マジっすか。すごいな。6、7、14、はい、2000円買ってます。はい、あら1億超えます。ただ人間だもん、ね、やった。5、7、14、はい、1000円買ってます。はい、1億超えます。やったあ、2億が2億超えます。2億超えます。やばいね、これちょっとその額だとドキドキしますね、これすごい、よくわかんないですね。楽しみだね。
みんなお金出してるからね。それぞれみんなが出してくれたお金で真の夢に乗っかってます。はい、最近の真乗ってるからね。本当そうだ。頑張れよ。第43回帝王賞発射。いいぞいいぞ。14番ケイティブレイブ、ケイティすごいじゃないですか。一番右だ。ゆっくりだね。何名ですか？2000名で5番のストライクイーグル8番クリソベリル。大丈夫ですか？ワイドナーセットに勝ちました。8名もいるね。18倍